超印清は、韓国出身の指揮者、チャンユンスンと表記されることもある。1963年12月9日、韓国ソウルで生まれる。ソウル芸術高等学校とソウル大学校音楽、大学作曲家で作曲を学ぶ。卒業後は、ソウル大学校大学院指揮科に進学、指揮修士課程を終了。終了後、 オーストリアのウィーン国立音楽大学指揮科とロシアのサンクトペテルブルク音楽院に留学。ロシア留学中だった1993年、プロコフィエフ国際指揮者コンクールに出場して第2位入賞。この入賞がきっかけで1年間マリーンスキー劇場に指揮研究員として所属。そこでバレリー・ゲルギエフに支持する。1995年、ポーランドのクラクフにおいて、 ペンデレツキの公共曲第5番、朝鮮風、韓国政府移植作品のヨーロッパ初演を果たす。1997年、第11回東京国際音楽コンクール式で、第1位なしの第2位に入賞、同時に、斉藤秀夫賞も受賞、帰国後、喜び、広市大学校音楽大学の助教授に就任。1999年から2000年まで、 ソウル市青少年公共楽団の団長兼音楽監督を務め、その後は2000年から2003年まではウルサン市立公共楽団上指揮者を、さらに2003年から2007年までは証言市立公共楽団上指揮者を、それぞれ歴任している。2004年、ソウルと東映において、シェーンベルク作曲、グレの歌の韓国初演を果たす。2008年4月、 大阪音楽大学ザカレッジ、オペラハウス管弦楽団の主席指揮者に就任。韓国国内外の主要オーケストラ等との客演を数多く重ねてきている。このうち、韓国国内のオーケストラ等では、全校に、被災のソウル市、ユースオーケストラやウルサン市立交響楽団、マサ原市立交響楽団のほか、ソウル市立交響楽団、KBS 交響楽団、 ゴリアシンホニーオーケストラ等にも客演、さらには韓国ユニバーサルバレエ団と組んでイギリスアメリカカナダにおいて巡回公演を果たしている。また、韓国国外のオーケストラ等でもロシアのサンクトペテルブルクフィルやキーロフ、歌劇場還元楽団、オーストリアのウィーン交響楽団、チェコのプラハ交響楽団、ポーランドのクラコフ放送交響楽団等の 主要オーケストラとの客演を重ねてきている。日本においてもこれまでに東京交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団等と客演してきている。2002年2月に東京で開催された第18回5000人の第9において外国人指揮者として初めてタクトを取り成功を収める2010年2月開催予定の第26回5000人の 第9においてもタクトを取ることになっている。2005年10月、日韓友情年2 0 0関連事業として、関西に機会などの主催で、清掃文化会館、ソウル市オペラ団初来日公演、陳清を大阪と兵庫にて開催。この時還元楽として、ザ・カレッジ・オペラハウス還元楽団とコンビを組んで、キム・ドンジン作曲のオペラ、陳清を演奏した、10月10日。 アマガサキアルカイックホール、10月12日、大阪フェスティバルホール。2007年10月、東京と大阪で開催された、アジアオーケストラウィーク2007に、KBS 交響楽団を率いて参加。東京、大阪の両都市において、チェソンファン作曲のアリランをはじめとするプログラムを引っ提げて、公演を行った、10月2日、東京オペラシティコンサートホール、10月3日、 大阪ザシンフォニーホール、ありがとうございます。